どうも。撮れましたね。撮れました。え？サムネ言うの？撮れました。サムネ。こっち側の都合の話をすな。なんかそういうのが分かったの？こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。はい、劇団一軍行きは柏木明日香です。はい。劇団準劇団員の北脇雄大です。アクションモブです。お願いします。2度目の登場です。一撃屋の劇団員方です。なんで？なんで2度目なの？出たか。あり？出たか。これさ、最後じゃない私は。え？またエミカちゃんとかおる。あ、そうか。もうだいぶ待ちましたよ。もう待ってこないかなと思ってました。いやもう、俺も出さんとこうかな。なんで？え、だって喋れる？北脇。それは今日の動画で判断していただくと。あ、オッケーオッケー。じゃあ見どころを。見どころ。驚くことそんな。アクションモブなんですけども、うん、ちょっとね、いろんな立場がありまして、うんうん、立場上の都合みたいなのあるんですけど、そのなんか、敵は誰みたいな、にどんどんなっていくところがあるんですよ。味方が敵やったり、敵が味方になったりみたいな感じがあって、ちょっとそこら辺が面白いところかなと、個人的には思っております。すごい、戦ってて難しい感じはあるんですけども、こんばんはいいものをお見せしますので、うん、よろしくお願いします。すげえ真面目やん。いいやん。はい、何それ決めました。いい決めました。はい、石上さんの番です。いや、決めました。ちょっと待って待って、そのくだり嫌や。決めました。これ何、アクションモブの話ですね。アクションモブね。それは、はい、アクションモブはね、全方位になってね。見せば、うん、どこから見ても ないけども別にどこブロックとかないってことですね。そう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 、はいはい、でもみんな走り回ってるから、はい、確かにもう過去最大運動量です、うんうん、人間新人もやるし、うん、ね、うん、だからもう私たちをどの角度から見ても同じこと言ってるどのブロックからでもいい感じに僕らは見えるとそうですよいう感じでございます。北脇の方がうまいやん。いや、なんかそういう感じで何そのアメリカ人劇団員の調子いや、これが純劇団員の力です。ちょっと何言ってるか分からない。